台北考慮広場は台北市中西区にある公園。併設されている台北連ら根栄校舎の停留所、高禄校舎端についても本校で述べる。下級ユニバーシアードを控え、開催都市である台北市のメインゲートとなる台北駅周辺では台北市長のカブ鉄が提出した再開発プロジェクト西区門庫計画により2016年に台北府上。 北門敷地をまたぐ北門高架橋が数日で撤去されるなど急速に再開発や美観事業、緑化事業が進行していた。同年秋には台北駅西側にある国道客運のバスターミナルも西区門湖計画の進展により橋撤去され大半の航路客運路線は台北天運搬に移転した。跡地には北側に元からあった。 緑地帯を併合する形で総面積約1.6ヘクタールの公園が2017年1月26日に観光、開放された。交通量が著しく多い台北駅周辺でも、特に台北への通勤客や観光客が行き交う駅南西側に位置し、堅層な市街地の中に忽然と現れたオアシスト、なるべく緑地空間として整備された。 その後4月29日午前10時30分に広場南方に高六公社団が共用を開始した。ユニバーシアード関連工事に従事した移民校をねぎらうためにラマダン明けの6月25日に市観光電波局が2017台北井戸祭りを当地で開催している。その後も緑化事業が続けられ、同年夏に行政院公共工程委員会が選定する。 2017国家卓越建設賞最優秀志向品質部門で優出進むを獲得している。従来の名称は高六広場だったが、台北市政府が2016年12月26日から1週間オンラインで実施した公募活動で最多得票を獲得し、現名称に決定された。命名は国内外の観光客がここで多様な台北を感じたり、 市外住人の帰宅が便利なものになることを期待でき、この広場の開放が台北の古事の新しい除幕となるという概念が込められている。台北考慮広場、863票、川流の心、639票、台北緑駅、578票、西丹広場、262票、六鉄通り広場、140票、高緑地、56票、 景品広場、51票台北駅南側の、ただた西寺にある、台北車丹停留所が正式名称である。通称は、駅の真南にあるものが両車線とも、高7高車丹、西行き車線の南西側高慮広場にあるものが、高6高車丹とされている。台北津根江校舎の一部路線が、高6発着となった。ただた西寺に直接面した乗り場と、 内側に増設されたホームの2レーンで構成されている。従来港7に停車していたに北市方面の通路線が高6川発着に変更された。これにより、手狭な駅前で渋滞を起こしていたバス路線の混雑緩和が達成された。北側の広場は5056平方メートルで1500から2000人が収容できるため、各種イベント開催時や市民の利用時でも、 バス待ちの乗客との分離もできるようになった。台北駅周辺図。広場は九大北西端 AB の位置にある。ありがとうございます。